吸血鬼、ドラキュラの花嫁は、1960年に公開された、イギリスのハマンフィルムプロダクション制作の映画、吸血鬼、ドラキュラの続編で、ドラキュラシリーズ第2作である。本作には前作に登場した、ドラキュラ伯爵は登場せず、マインスター男爵が登場する。前作で、ドラキュラ伯爵は倒されたが、その後を継ぐものによる犠牲者が出ていた。 馬車に乗りトランシルバニアの学校に向かっていた、新任教師のマリアンヌ・ダニエルは、宿屋に寄った時に馬車に置いて行かれてしまう。そこにマインスター男爵夫人が宿屋にやってきて、マリアンヌに城に泊まるように進め、マリアンヌは男爵夫人と共に城に向かった。そこで、メイドのグレタに部屋に案内され、部屋で二ほどきをしている時外を見ると、男の姿が見えた。 マリアンヌが男の姿を見たことを知った男爵夫人は、それは息子で正気でないので閉じ込めていると話す。マリアンヌは鎖で繋がれた男爵夫人の息子マインスター男爵から話を聞き、気の毒に思って鍵を盗み男爵を解放した。その直後に男爵夫人が殺され、遺体のそばにいたぐれたはマリアンヌが引き起こしたことだと告げる。恐怖に駆られたマリアンヌは、 城から逃げ出すが途中で倒れてしまう。翌朝、マリアンヌは神父に呼ばれて、町に来た、バンヘルシングに助けられ、宿屋へ送ってもらう。ヘルシングはその宿屋で、娘の遺体を見せるように言い、遺体の首に噛まれた跡があることから、吸血鬼の仕業であることを確信する。その後も、マインスター男爵の犠牲者が出る中、ヘルシングは、マインスター男爵と対決する。 ありがとうございます。